はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、みかんでございます。ということで、今回はね、タイトルとサムネにもある通り、まぁ、ちょっとね、今更かもしんないんですけども、まぁ、第三世界に湧くね、シーサンベントというね、海王についてね、詳しくね、紹介していけたらいいかなと思いますので、よろしくお願いします。でね、その海王についてね、紹介する前に一つだけありまして、この動画は、ゲームパスでいうね、シービーストトラッカーっていうものをね、持っていない人に向けた動画になっておりますので、お願いします。はい。で、まあ、そのシービーストトラッカーっていうのが何ぞやってことですね。はい。このゲームパスのとこ行って、これですね。これ、550ロバックスで、第一世界の最後の島のとこで買えるこのログポースがあると思うんですけども、このシービーストトラッカーっていうね、ゲームパスを買うと、このログポースでね、海洋が湧く場所がわかるようになるっていう感じのゲームパスです。はい。めちゃめちゃ便利ですね、こちら。これを、買っていない、もしくはまあ、買うことができないって人にね、向けた、動画になっておりますので、よろしくお願いします。はい。ってことで、このシービーストトラッカーをね、使うとどうなるかってことを、まず、一番最初に見せましょう。これ持ってると、このね、ログポストを持った瞬間、こんな感じで、海洋が湧いてる位置にね、線が出るようになります。でね、この、色がちょっと違うと思うんですけども、紫のやつはね、浮島と、あとは、あっちのガープとか、あとは、強化ミホークとかのね、湧く場所を教えてくれるみたいな線なんで、これは関係ないですね。ってことで、まあね、今回ね、僕はこのサーバーでね、まあ下にはまあ3時間って書いたんですけど、まあ大体これ全部湧くまでに1時間ぐらいの時間がかかってますね。はい。全部で、1、2、3、4、5、6、7箇所ですね。はい。7箇所あります。この7箇所全部湧くのに、まあ大体1時間ってことですね。まあ1体だから、まあ10分経たないぐらいで大体湧いてる感覚になります。ただ、攻略サイトとか見ると、大体10分から15分の間で湧くと言われてます。はい。まあここからね、海洋の詳しい場所を、まあご紹介していきます。まあね、シービーストトラッカーないと、わからないと思いますので、はい。紹介していきます。まあで、紹介順は個人的にね、まあ新しいサーバーっていうか、野良のサーバー入った時にね、まず真っ先に確認するべき場所から、まあ紹介していこうかなと思います。個人的な意見なんで他の場所の方が湧きやすいよとかいうのがあったら、まあ、コメントしてください。あとはね、湧きやすさだけじゃなくて、この場所に来る簡単さっていう感じですね。ここって、まあ世界刑務所と、この海軍基地の間じゃないですか。ここってね、この2箇所あるんですよね。ここね。そう。あ、で、ちなみに海を湧くタイミングは、この、なんか、鳴き声みたいなのが聞こえた後ですね。はい、こんな感じで湧きます。で、こいつを倒すと、素材がいっぱい落ちますと。まあ、これは後でね、紹介します、全部。コメントでやっとこうか。ね、あまりにもね、海洋からドロップするものが多すぎて、はい。後で、コメントで全部書いておきますね。はーい。で、まあ、1箇所目、2箇所目は、こんな感じの場所ですね。まあ、大体、この、ちょうど間ぐらいに、まあ、2体湧く感じですね。なんで、こちらを倒して、はい、星をゲットしましょう。次、ね、次湧きやすいのがね、まあ、個人的には、まあ、次湧きやすい場所っつったら個人的にはここのバラ王国と亀島の間ぐらいですかね。はい。ただ、ここ湧きやすいんですけど、なんならね、さっき言ったとこよりも湧きやすいと思うんですけど、いかんせんね、目印がなさすぎてね、ちょっと場所が難しいんで、だいたいこのぐらいの場所だよっていうのをちょっと上から確認しましょうか。はい。だいたい、まあ、こんな感じの場所ですね。海洋の真上がだいたいこの辺です。なんで、まあ、ちょっとバラ王国寄りな感じの位置にあります。あと、画面めちゃめちゃチカチカしてると思うんですけど、これサーバーに長い時間続けるとこうなっちゃうんで、ちょっと許してください。はい。で、まあ、こいつを倒しまして、そしたら次行きましょうか。まあ、次に湧きやすいのはね、この亀島の隣ですね。ごめん、間違えた。次湧きやすいの多分こっちだな。うん、バラ王国と、パンクハザードの間ですね。この間がね、まあまあ、割と湧くんですけど、まあ、こっちもね、ちょっとね、場所が難しいんですよね。なかなかね、海洋湧く位置にね、目印がないもんで、本当に。
だからね、本当にね、何回もやって覚えるしかないかな。シービーストトラッカー持ってないなら。ここですね。まあ、割と、バラ王国寄りな感じかな。うん、バラ王国の方が近いですね。で、まあ、こんぐらいの距離感覚ですね。よし。で、次が亀島ですね。はい、ということで、次はね、花の国と亀島の間ですね。まあ、ちょっと花の国寄りかなな感じの場所に、まあ、湧きますね。はい、倒しました。でね、これね、さっきも言った通り、体感湧きやすい場所順で話してるので、僕がね、1時間放置してて、湧いた順とはちょっと違うんですよね。なんならね、世界刑務所とね、あれなんだっけ、海軍基地か、そう、世界刑務所と海軍基地の間はね、一番最後に湧いたかな、俺が放置してた時は。ただ、あの場所はね、なんか2箇所湧くから、普通にね、結構効率いい場所なんで、まあ、そこで待ってるのがちょうどいいのかもしれませんね。はい、ということで、次、魚人島付近ですね。はい。で、大体場所この辺ですね。まあ、だいぶ魚人島寄りな感じの場所なんで、まあ、この近くね、うろうろしてれば声聞こえると思うんで、まあ、声聞こえたら、聞こえた場所で止まれば絶対湧くので、そこでね、待ってましょう。そこで待てばね、大丈夫なんで、なんとかなります。あ、ほら、これ見て、さっきさ、倒したじゃん、一番最初に。倒した後にさ、今回ってたじゃん。そう、その後にね、もう湧いてるんだよね。だからね、本当にね、この間ってね、マジいいよ。今聞こえたじゃん。でここ線結構離れてると思うんだけど、まあさっきの話に戻るんですけど、離れてるけど湧きはするんですよ。なんで声が聞こえたら止まりましょう。そこにいるんで。トラッカーとかなくても、あ、聞こえたな、じゃあここだって思ってここで止まれば湧いてくれるので、まあ、だから僕の動画もこの動画ね、見て場所この辺だなって思ってそこに行って声がしたら止まりましょう。そしたらこうやって湧いてくれるんで。はい、最後ここですね。まあ、ここが個人的一番湧きづらいんじゃないかなとは思う場所ですかね。まあアマゾンリリーの近くですね。ここもまあ目印ってないんですけど、ここの滝流れてるところのから見て、だいたい2時ぐらいの方向かなに湧きます。で、この海洋ね、買って何があるのかって話なんですけども、まあ例えばクロワシド V3 だとか、あとは新三刀流の V3 だとか、あとはね、装備アップグレードだとか、そういうね、結構重要なやつらのね、強化素材がね、まあ、ドロップする感じになりますね。まあ、詳しくはね、固定コメントとかで全部書いとくんですけど、まあ、相当多いです。めちゃめちゃ多いです。はい、そこに書いとくんですけど、まあ、大体なんか、いい感じの素材がドロップします。はい。まあね、僕の動画を見てね、まあ、少しでも、まあ、海洋狩りの参考になればいいかなと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、質問とかいろいろあれば、コメントでぜひぜひ、遠慮なく僕に聞いてください。僕が答えられるやつだったらもうガンガン答えますんで、はい、よろしくお願いします。ってことで、また次の動画配信でお会いしましょう。じゃあね、バイ。